笹子トンネル崩落2年インフラ点検道半ばというタイトルです。そうなんですね。野田政権の末期に、はい、その笹子トンネルで、コンクリートの板が天井から落ちてきて、まあ、救命所を亡くなってしまったという事故がありましたけど、はい、あれはちゃんと点検をしてればね防げた事故でしたが、はい、目視点検だったんですよね、うん、それまでもともとははい、こうコンコンと叩いてやってたんだけども、うん、その予算が足りなく民営化したじゃないですか、はい、道路公団民営化で、うん、予算削減ってことで目視にしたんじゃないかと、結果事故起きたんじゃないかって言われております、うん、はい、でこれからの日本っていうのはですね、インフラの整備っていうのをやっていかなくてはいけません、はい、特に少子高齢化で生産年齢人口の比率が下がるからこそ、うん、1人当たりの生産性を高めるためにこうインフラ整備しなくちゃいけないし、はい、あとは老朽化したインフラ、まあ、この話ですけども ね、うん、これを超寿命化ね、はい、寿命を伸ばすと、うん、まあ、作り直してもいいんだけど大変だから寿命を伸ばすってことをやらなくちゃいけないけど、そのために必要なのは何ですか、お金ですか、違います、うん、技術者なんですよ、うん、あ、なるほどね、はい、人材なんですね、はい、でこの人材がですね、うん、このまさにこの失われた20年というか、まあ、橋本政権以降の日本で消えてったわけですね、うん、これが問題で、で経済力っていうのはですね、金の話じゃありません、お金ってのは中央銀行が発行すれば出てくるんだから、はい、そうじゃなくてこういう需要に対してきちんと人材とかですね、はい、技術が供給できますかっていうのが実は経済力です、はい、その経済力をデフレ下で日本人は、日本国民は、日本国家を失ってったという話なんですね。じゃあどうしましょうかということで、はい、これはだって育成しなくちゃいけないでしょうと、うん、そうですね、はい、でそのためには何が必要ですか、はい、仕事です、うん、はい、そうですね、やらないとダメです、うん、やっぱ OJT ですもんね、OJT、ね、さっき、うん、ね、目視がなくなった、はい、本当こうやって点検して分かる人がいなきゃダメなんです、ね、それでだんだんだ技術がこう蓄積されていって、はい、本物のこう人材とかね、はい、技術者になっていくわけですよね。そのためにはどうしたらいいんですかって考えたら、これはねそのデフレ脱却の話と関係なしに将来の日本のその経済力ね、はい、人材の供給とか技術の供給っていう意味の経済力を維持するためにも、やっぱりその公共投資とかは長期的に計画的にやっていくという宣言を出さないといけないんじゃないかなと、はい、そうするとその土木会社建設会社の方々も、うん、まあ、若い方は言えてね、はい、じっくりとこう、うん、人材投資していくと、はい、大体あれですよね、建設の現場で一人前になるのっていうのは最低5年8年と言われてるんですよね、うん、はい、つまり、1年目2年目ではまあ戦力にならないんですよね、はい、それでも投資をするっていうことが経営者ができる環境っていうのは、うん、はい、長期的に安定的に仕事があるなっていうのがないとできっこないですよね、うん、はい、うん、できっこないんです、うん、ということでですね、その老朽インフラの点検一つとっても、うん、我が国は中長期的に公共投資をやってきますよっていう宣言を政府が出さないとまずい、まずい、うん、本当にまずい、はい、でこの老朽化はですね、まあこのまま放置してですよ、はい、で技術者は消えてきますよと、うん、そうするとどうにもならない状況になっちゃいますよ、うん、将来的に。そうですよね、なんかね最近私もね、はい、聞いた話では2020年までは、うん、例えば6年間でオリンピックまでこれから公共投資だなんかいろいろやりますよね、その後どうなるのってことなんですよね、うん、やっぱり日本が技術立国で、はい、今お話伺ってもねあるんですが、その後急にねじゃあオリンピックまで景気が少しずつ上がってってよくなくても、じゃあポストオリンピックオリンピック後にガタンって下がったら、うん、それこそないですよね。だから一時的にね、よく言われる一時的に技術者を海外から呼んできてって、はい、ね、ちょっとそれ、それそそこそうですよね。そしたら本当にそのポストオリンピックでガーンとね、はい、落ちるってことを予想したら、はい、人材を雇いますかって話なんですよ。はい、雇わないですよね。はい、今、うん、そうですよね、今雇ったら多分オリンピックの頃にね、うん、やっと一人前ですよ、はい。その後仕事なくなっちゃうんですか、うん、ってことになったらね、今やらないですよね、はい。という問題になっちゃってるので。うん、だからね、これなんかまあいろんなことを言う人がいますよ、はい、うん、三橋は土建屋の手先だとかですね、本当に土建屋の手先だとコネクトストラマって話なんだけども、はい、うん、これ正しいから言ってんの、うん、私は日本の経済力というのを維持してほしいし、はい、インフラはちゃんと整備しててほしいし、ね、将来的に少子高齢化で、うん、まあ、生産性上げなくちゃいけない時にかっちりした基盤の上でね、はい、あの企業がガンガン技術投資して、はい、さらには設備投資して、うん、人材投資して、それで急成長する日本っていうのをこうビジョンとして持ってるわけですよ、はい、そう大事なんですよ、うん、私もね、なんかウズベキスタン、タシケントとかに日本の抑留者がね、うん、作ったっていうあの劇場があるんですけど、はいはい、大地震があった時に他の建物が倒れてもそれは倒れなかった、でみんな避難所になったんですよ、ね、もうそれがもう今プラカードこうね、はい、なんかもうロシア語と日本語で、日本語じゃない英語で書かれてるぐらいな、やっぱり日本の技術力、それがまさに経済力なんですよね、うん、なるほどね、はい、それがね失われちゃうでしょう、うん、はい、
ていう話なんで、だからそのなんだろうな、まあこれからアメリカも今日本に財政出動、財政出動しろって言ってます。いいでしょ、給付金配ったっていいや、別に商品券だったら個人的に反対してないけど、公共都市もやろうよと。ところがね、安倍政権削ってるんでしょ今。そうなんですか。ちょっとまずい状況になってるね。はい。まあでもまあまあ総選挙があるから、その後どうなるかわからないんで、ぜひこういうことをね、皆さんも訴えてほしいなと思います。そうですね。円急落120円台、ニューヨーク買いため7年4ヶ月ぶりということです。はい。はい、これですね、その今総選挙やっておりますけれども、はい、自由民主党、公明党の与党側が優勢っていうふうに伝えられてますね。そう、昨日のもう一面隠しそうでしたね。はい、そうするとですね、金融緩和の政策がこのまま継続するっていうような認識になるわけでしょう。うん、はい、まあ継続するでしょう、実際はい、与党が勝ったら。うん、その場合に、そのアメリカがもうその量的緩和という金融拡大をやめてまして、はい、多分来年に金利の引き上げになるんじゃないかと言われてます。私はやめた方がいいと思うけども、はい、言われてますので、はい、そうなるとやっぱり円売りドル高、ドル買いっていうのが進んで、まあ、こういうふうになってますので、うん、で株価はまあ上がるんでしょうけどね、はい、ただ円の急落というか円の、為替レートが下がっていること自体がいまいちこう輸出の拡大とか、あるいは国内の実質賃金の上昇に結びついてないなっていうのが問題でございまして、うん、はい、で円安になると当然輸入価格が上がるから、ね、まあ、物価の引き上げには貢献するけど、うん、そこに賃金の上昇が追いつかないと次の記事になっちゃうんですね。はい、はいはい、じゃあ次の記事いきます。こちらご覧ください。はい、給与8ヶ月連続増。そうなんですね、はい、給料は8ヶ月連続、はい、ただし、はい、実質賃金は16ヶ月マイナスということなんでございますね。はい、給与っていうのは名目、皆さんがもらってる給料の額面ですね。はい、名目で、給与っていうのは確かに伸びてるんですよね。うん、まあ、0.5% ぐらい伸びてるんだけど、はい、物価の上昇に全然追いついていないんで、はい、で実質賃金が下落しているという状況。で実質賃金の下落っていうのは結局は国民の貧困化ということになりますので、はい、でこれ実質賃金が大きく下落してますね。今マイナス 3% 前後なんですけども、1年前と比べたら、はい、これなんでかというと、まあ、理由2つなんですね。ちょうど増税ですか。もちろん消費税、ね、マイナス 3% って聞いちゃったんだよ。もう増税分ってもうちょっと半分、 2% ぐらいかな、 2% 分ぐらいが増税、はい、で残り 1% はですね、やっぱり円安なんですね。うん、円安によって輸入物価が上がってるけど、ね、輸出がいまいち伸びないんで、うん、実質賃金が下がっちゃうという話で、安倍、総理大臣はですね、その実質賃金 の下落について、これは消費税増税の影響が一番大きいって、はい、発言されて、それはその通り、はい、その通りなんだけど、はい、そのでも消費税増税前から実質賃金は下がってますからね。なるほど、はい、安倍政権が始まって以降、はい、実質賃金が確実に上昇したのは昨年の4月だけ、はい、それなんでですか。だからもう円安だったんだから、はい、要は円安が実質賃金の上昇に結びついてないという状況があって、はい、その状況で消費税増税やっちゃったんですね。はい、だから2段階になって下がってます、こういう感じで。なるほど、うん、というわけでこの問題はですね、本当に深刻です。実質賃金が下がってるというのは国民の貧困化だから、だからこれについてね、ぜひ今回選挙でね、はい、いろんな政治家さんに議論してほしいと思います。そうですね、以上やってます。はい、ありがとうございます。いいです、やってます、はいはい、で次の記事ですね、はい、こちらです。時給ギャップって言うんですよ、はい、マイナス 2.7%、はい、時給ギャップって聞いたことないですよね、多分、はい、これね、実はね、はい、いつも私が使ってですね、時給局さん、はい、これね、はい、毎回毎回ね、またこの図かよって、まあ、書かれるんだろうけど、はい、ニコ動とかでね、この辺にコメントが出るんだろうけど、またこの図かよと、はい、またこの図です。これよく出します、見たことありますよね。はい、要は本来の供給能力、潜在 GDP、 今日ですね、これは今日、時給です、あ、給ですね、給、それと総需要、名目 GDP なんですけど、はい、この差のことを時給ギャップって言いまして、時給ギャップのマイナスがデフレギャップなんです。はい、時給ギャップのプラスがインフレギャップになるわけですね。はい、はい、この、需給なんですね、はい、ということなんですけど、なんでデフレギャップって呼ばないのかなと、時給ギャップのマイナスって書いてあるんだけどね、まあ、それはいいんだけど、はい、とりあえずマイナス 2.7% ということで、今完全に我が国はこの状況になってます。なんでかというと、簡単でございまして、その消費税増税後にですね、はい、この赤い方見てください。ここが、2014年の1月3月期、ぐわっと伸びたの、これ名目 GDP が、うん、名目 GDP って今の総需要と同じ、はい、それが増税によってカクンカクンと減っていっちゃったんですね。はい、
カクンカクンと減るんだけども、はい、でもその国民にこう蓄積された供給能力っていうのはなかなか減りませんよ ね、 そうですね、はい、リストラクチャリングやらないとダメだから、うん、まあ、これから始まっちゃうかもしれないけど、うん、結果こうデフレギャップが今拡大してますよということで、はい、方向的には残念なことに我が国はデフレに向かっております、うん、なるほど。これは何でですかというと、まあ、消費税の増税というのがやっぱりでかかった、うん、その前名目 GDP 伸びてたから需給ギャップのマイナスね、はい、これなんかねデフレギャップインフレギャップに統一してほしいんだけどデフレギャップ縮まってましたけども、はい、また開いちゃったという話なんですね、はい、でこれデフレギャップが開くと要は物余りサービス余り人余りになっちゃうんですよ、うん、はい、するとやっぱりリストラです失業ですって話になっちゃいますと、うん、はい、今度その失業者がお金使わなくなるからまたまた需要が減っちゃうという悪循環に入っちゃうのでちょっとまずいなと、はい、だから、まあ、あのさっき言ったけど実質賃金を引き上げますって政策をやると、うん、もう政府がお金使うしかありません、はい、で政府がお金を使うと需要が引き上げられますから、うん、名目 GDP が引き上げられて、はい、デフレギャップが埋まるでしょと、はい、いう話をですねちゃんとあのその党首討論とかでやってほしいなと思ってるんですけどね、うん、まあ、でもそこのまでのレベルに達しておりません、はい、残念ながらね、はい、はい、そうですね、需要をとにかく上げていくそう需要を増やすってことですね、はい、そして、こちらご覧ください。日本国債1段階格下げとムーディーズですね、はい、格付け会社の大手のムーディーズが日本国債を格下げしました。格付けっていうのは債務不履行の可能性を記号で表したものなんですね、はい、つまり日本の政府が債務不履行する確率が高まったって話なんですけど、なぜ世界最低の金利水準で、うん、はい、日銀が国債をジャブジャブ買って、はい、政府の借金を削っていって、うん、100% 日本円建ての日本国債がデフォルトするんですかと、はい、可能性はゼロです、うん、本来はトリプル A じゃないといけないんだけど、まあ、こういうことやってくるわけですね、はい、こういうのにね、あの騙されちゃいけません、はい、ムーディーズが国債を格下げした結果何が起きたかといったら、うん、長期金利10年もの国債金利が 0.421% から 0.428% に上がりました、うん、はい、なんと 0.07% も金利が上がっちゃったんですよ、はい、という話。あ、その後ね戻っちゃったんだけどね、はい、まあ、こうだからこういうね、くだらない記事はもう載せなくていいと思いますよ、うん、はい、各あの日本の新聞社さんに言ってんだけど、はい、もう格下げとか、ね、あの日本国債とか関係ないからね、うん、はっきり言って、そうですよね、デフレである限り我が国の金利は残念ながら上がりません、はい、ムーディーズがどれだけ格下げをしても無駄ですよ、はい、という話です、はい。あ、そして三橋さんに質問があるんですけども、はい、珍しいですね、はい、実質賃金を上げるにはどうしたらいいか、はい、あ、はい、あ、簡単ですね、はい、要は仕事に対して人が足りないっていう状況が全般になればいいわけですね、はい、そうするとあの経営者としてはちょっと高い賃金で人を雇っても仕事をやれば儲かるってことになりますから、はい、それで上がっていく、要はリスクを負わなくちゃいけないの、うん、経営者が、はい、で逆にね、その反対側の政策ね、労働市場の規制を緩和してもっと競争を激化させましょうとか、うん、配偶者控除を廃止して主婦の皆さんに低賃金労働市場になだれ込んで、うん、そういうのはやらない、うん、外国移民も当然やらない、うん、とにかく人手不足ですと、で、各人あの働いてる一人一人が自分が働いて提供する付加価値物やサービスの生産、はい、これを増やす生産性向上っていうのをね、うん、あのこう全体的にこう同時にやっていかなくちゃいけない、はい、つまりまず実質賃金を下げる政策やめなさいと、うん、で仕事を増やしなさい、はい、その後生産性を高めなさい、うん、っていうことをですねやっていかなくちゃいけないから、とりあえず政府が財政主導で仕事作るしかないですね、はいはい、その上で企業がちょっと高い賃金で雇っても儲かるなっていうふうに思えれば自然に上がっていくんです、はい、ということでございます、はい。朝日新聞を正す国民会議、こちらのホームページをご覧いただきたいんですけれども、いよいよスタート、朝日新聞集団訴訟原告募集ということです、こちらのところからですねクリックするとダウンロードして、そこをダウンロードしていただくとですね用紙がございますが、その用紙にですねこのような形で、記入いただいて判をしてお送りいただければということです。詳細はですねぜひネットでご覧いただければと思います。ダウンロードできない方ですね、ネットを使いにならない方は、こちら朝日新聞集団訴訟認証の、受け取り方法ということですが、朝日新聞を正す国民会議までご連絡いただければ、用紙をお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。あの NHK のそのジャパンデビューのですね集団訴訟の1万人ですね、あの数を、超える、まあ、集団訴訟を目指しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、三橋さんもですね、はい、はい、私も本名でこうやりますからね、はい、はい、よろしくお願いいたします。12月2日付の、産経新聞から取り上げました、朝日の慰安婦報道外部から再検証ということです。
これに関してですね、昨日この検討会議の、記者会見ですか、はい、行われたので、その模様をビデオでご覧いただきたいと思います。朝日新聞、慰安婦報道に対する独立検証委員会について記者会見を始めさせていただきます。この問題は、我々の関心としては大きく言って2点ございます。一つは、朝日新聞社が、この出てくる今後出てくるこの検証委員会、第三者検証委員会の検証結果も含めまして、その、独立した立場から我々がこの検証結果を、検証 していくという、民間の立場からそういうこの目的を持っております。もう一点は大きな問題でございます。それは、この朝日新聞の慰安婦報道がこの国際社会に与えた日本のそのイメージ、日本への評価、歴史的な評価を含めまして、こういったものについての、実際の影響はどうであったかということについて、独立をした立場から検証委員会を立ち上げるということを決めたわけでございます。朝日新聞社のこの第三者検証委員会、ありていに申し上げれば、これはいわゆるお仲間検証会、検証委員会になるんじゃないかという危惧も、一部にあります。具体的な委員会の進め方は非公開で、行います。報告書の形で皆さん方に問いたいと思っています。専門家数名に対するヒアリングもと書いておりますが、可能であれば朝日新聞の関係者、あるいは元記者の方などからもお話を聞くことができればありがたいと思っております。ただ、まだ1回目の会合をしておりませんので、全メンバーが集まってどういうふうに進めるのかということも、今は東京にいる事務局サイドでいろいろ不安を考えておりますが、全員が集まって検討していきたいと思います。この2年間、アメリカの慰安婦、非慰安婦像、そういうところの調査をしましたし、あるいは、外国の対日非難決議ですね、アメリカの下院をはじめとして、あるいは在外邦人のいじめの問題についてもいろいろとヒアリングをしてきたこともございますので、そういうことを踏まえて、協議に参加したいと思っております。両方です。両方ですね。朝日の検証結果も検証対象に含まれていますが、それだけを検証するのではなくて、朝日の8月にされた検証記事、あるいは過去の朝日新聞の報道そのもの全体を検証の対象にしますし、そしてもう一つは、それがどういうふうな影響を与えたのかについても検証になります。我々としてはもちろん、日本のメディア全体にも責任があると思っておりますが、朝日新聞の責任が一番大きいと思っておりますので、一番大きいところの責任を解明したいという立場でありますが、朝日新聞も8月の5日、6日の検証の中で、他紙は報道していたというようなことを言っていますので、朝日新聞の8月5日、6日の記事自体も検証の対象ですから、そういう点では朝日新聞の言うように、他紙も報道していたから朝日の責任は軽いという朝日新聞の自己評価が正しいかどうかということは、我々の検証の対象になると思います。関係者があってくださるかどうかということで、委員会を立ち上げましたので、その報道に責任がある方について、取材あるいは面会を申し込みたいと思いますが、これまでの朝日新聞の姿勢はそういうことをしないで、自分たちの中だけで第三者委員会を作って検証するという形を取っているので、言論機関が反論に対して言論で答えないということ自体も問題だと思っていますので、どうなるか朝日新聞の判断を待ちたいと思いますが、公開できるものはないです。分担をまだ決めていません。ただ専門はそれぞれも公開された業績があると思いますから見てください。いかがでしたか。はい、今回の独立検証委員会にも、お手盛りと批判されている朝日新聞側の検証委員会にもですね、一つちょっとお願いしたいことがあるんですね。1992年の1月11日に朝日新聞がですね、従軍慰安婦という用語解説を掲載したんです。そこは
主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行したその人数は8万とも20万ともって書いてあって、うん、全部嘘なんですよ。これ すごいんですけど、うん、そもそも従軍慰安婦って言葉が変でしょってのもあるけど、うん、挺身隊と慰安婦をごっちゃにするなと、うんね、さらに強制連行してないでしょと、うん、で人数がなんで8万と20万なんだと、うん、これをね用語解説ってことで朝日新聞は載っけたなんですよ、うん、堂々と、うん、これを全部検証して間違ってんだったら、うん、事実は何ですかっていうのをですね、はい、全部クリアにするだけで、うん相当にね、そうですね、すっきりするわけですよ。今のとこだけでも。今の、2分解説になってないですね。すごい、いや、一応だから、堂々と書いてたわけですよね。はい、すごいなと思ってですね。ぜひそれをですね、今の、用語解説。これ全部嘘ですよ。全部嘘だから、でも事実は何ですかっていうのをね、うん、ちゃんと明らかにしてほしいのは、特に朝日新聞側の検証委員会。うんうん、で影響大きいですよね。でかいでしょ。みんなそれ読んでそう思っちゃうし、う、はい、なんかあったら朝日新聞に書いてあるでしょってことになっちゃうんですよね。うん、なっちゃいますよ。うん、はい。こんばんは、鈴木邦子のカンカン学学の時間です。本日のテーマはこちらです。インド最高ということで、はい、最高ナンバーワンの民主主義というのもありますけど、もう一度考えてみたいと思います。そこで新著のご紹介です。こちらご覧ください。日本とインド、今結ばれる民主主義国家。桜井よし子さんと国家基本問題研究所編者ということで、これはですね、いろんな方が書いていらっしゃいます。2年前2012年に文藝春秋で出したものをさらに新しくして、今回11月にですね、文庫化されて出版されました。2年前は新首相でしたね、インドも。今年の5月にモディ首相、9月には訪日されてますが、生まれてその部分もですね、加筆されて出ています。ぜひお読みいただければと思います。日印の歴史関係はですね、元駐印大使をされていた平林大使のこともあるんですけど、簡単に本当に短編で日印の歴史を読んだりもできますので、ぜひお読みいただければと思います。それからですね、インドの方も話してたりするんですね。で、こちらの中で桜井よし子さんが最初のところで言っていたので、私がこう、あ、なるほどっていうか、これは他の国と違うなと思ったところが、日本とインドは価値観の共有の中でも歴史観を共有する、ここがですね、大変大事だなと思いました。コラムでも前紹介いたしましたが、靖国、安倍総理の靖国神社参拝に対して、モディ首相も日本に来た時、靖国参拝すればよかったと、そんな論調を書いたのもインドの方でした。そしてですね、実はアメリカでもインド今話題なんです。というのは、言いますのは来年の1月ですね。今年は安倍総理がインドの建国記念日の主賓として招かれまして、今年の1月、また新首相の時に訪印されてますが、来年の1月はなんとオバマ大統領が主賓として招かれてインドを訪問されます。そういうことでですね、アメリカとインドの関係も首脳同士の外交を通して結ばもっともっと強化されるのではないかということで話題になっています。オバマ大統領、国内では大人気ないんですが、インドのモディ首相はですね、そのアメリカの大統領して、オバマ大統領主賓として迎えるということで、こういうのもね、モディ首相すごいなと私は思っています。でちょっとおさらいなんですけども、実は、日印米、日米印、この3カ国の関係の首脳外交と、あとですね、トップの君主の外交なんですが、2013年12月には天皇皇后両陛下のご訪印がございました。そして今年の初め、安倍総理の訪印がございまして、今年の実は4月ですね、国賓としてオバマ大統領を日本は迎えています。そして8月末から9月、モディ首相が訪日されて、9月にはこのモディ首相、日本の次にアメリカに行かれていますね。こういうですね、首脳外交、君主外交というのがありまして、来年の、オバマ大統領の訪印につながっています、いるわけです。この中で日米印の関係をちょっとですね、
こんなように書いてみたんですけれども、この三大民主主義国と言いたいと思います。インドは10億人ですよね。10億人の国、そしてアメリカ3億人、そして日本は1億人。この三大民主主義国が、首脳外交を通してますます関係が強化されているというのが、今の現状ではないかと思っています。じゃあテーマ、議題は何かということなんですけども、モディ首相が抱えるのがやはりインドのですね、経済成長、特に若い人たちをこれからどう教育し、そして食べさせていくか、こういうところがあります。メイクインインディアとか、あとクリーンインディア、インドにお手洗いをもっと充実させようとね、ゴミもきちっと整頓してきれいなインドを作ろう、そういうねキャンペーンも張ったりしています。それから、アメリカとインドの間でも話されますし、日本とインドの間でも、話されていますが、原子力協定ですね、平和利用に日本やアメリカが協力していくという話も出ています。そして、安全保障協力でも、いろんな話が出ています。こんな日米印関係ですね、三大民主主義国としてますます発展していったらいいなと私も思っています。そんな中ですね、私はふっと感じたのがですね、このモディ首相、5月に当選しましたが、モディ首相それまでですね、アメリカヨーロッパで、ビザ発給拒否とかで、昔のですね、モディ首相が州の首相時代に暴動が起きて、イスラム教徒もその犠牲者になった中で、それをちゃんと処理しなかったかという人権的な話題で、アメリカとかヨーロッパで入国拒否されていたんですね。でその後、まあ、今回首相に選ばれて、そういう入国拒否はなくなったんですけれども、その中で最初の大国として日本、安倍総理が今年の8月から9月モディ首相を日本に迎えて大歓待したわけです。非公式にも京都まで、安倍首相を出かけになってモディ首相を迎えたりしていらっしゃいます。私はこの時にですね、日印関係の歴史、戦後日本が独立して、岸総理ですね、岸総理がアメリカのアイゼンハワーに会いに行く前にですね、まずインドを訪れ、その時にネルー首相が大歓迎してくれたんです。聴衆の前で、このようなインドの独立にも貢献し、日露戦争を勝った国の首相を招かれたこと、私たち招くことができたこと、大変な光栄であることということ、大衆の前で、言ってくれました。そして、その時、岸総理は、日本は孤立してない、自信を持って友人がいるということで訪米しているんです。今回のモディ首相、日本を訪問し、大変な安倍総理の歓迎を受けて、その後、9月末に、アメリカに行ってます。なんか日本とインドの恩返し、こんなところにも、そして岸総理と安倍総理の関係、なんかすごく因縁を感じています。それではこの辺で失礼いたします。はい、三橋貴明の明るい経済教室、今日は第63回になります。今日のテーマはですね、自然失業率という言葉なんですね。今年の2月にですね、黒田日銀総裁が、東京都内で講演した際に、当時の失業率、日本の失業率は 3.7% だったんですが、その時にこういう発言をされてるんですね。3.5% の自然失業率にもう近づいているから、我が国は完全雇用状態だと、あるいは完全雇用状態に近いかな、そういうことをおっしゃったんですね。で以前ですね、この番組でそのデフレギャップ、内閣府は需給ギャップのマイナスとか言ってるけどね、同じね、デフレギャップあるいはインフレギャップ、需給ギャップのプラスだけど、それを計算する際のこれね、はい、またこの図でございますけれども、本来の供給能力、正確に言うと潜在 GDP、 これを計算する際の方式が2つあると申し上げました。2つの潜在 GDP と。で普通に考えて潜在 GDP っていうのはですね、国内が本当に完全雇用状態になって、働きたい人は本当に全員働いてると、で生活保護受給者もみんな働いてると、でそれでも失業率がゼロになることはありえないんで、日本の場合はですね、1980年からの状況を見る限り、完全雇用の失業率は
2% なんですね。 2% つまり失業率が 2% になったらですね、さすがにですね、その状況でそれ以上ですね、失業率をさらに下げるっていうのはね、厳しいですね。まあ、高度成長期の時は 1% ぐらいだったんだけど、まあ、多少構造変わっちゃってますから、さすがに 2% 切るっていうのはですね、もう今の日本ではできない。あ、2% で世界的に見たら異様に低いからね、あの完全雇用失業率であっても。まあまあ、そういう状況になるでしょうと思うわけで、その状況で国民が、完全雇用状態で働いて生産される GDP、これが潜在 GDP でしょうというのがですね、本来の定義、最大概念の潜在 GDP なんです。それに対して現実の需要はこんなもんですよと、だからデフレギャップがありますよと。あるいは逆にね、完全雇用状態であっても、名目 GDP の方がでかい、つまり需要の方がでかいんで、インフレにならざるを得ないと。まあこういう状況になったらですね、まあいわゆる構造改革とかも、まあ分野選んでやってもいいような気がしますね。生産性を高める必要があるからという話なんだけど、でも、もう一つの潜在 GDP ね、つまり平均概念の潜在 GDP を使ってしまうとですね、これちょっと話が変わってきまして、例えば今日本はデフレでございますと、デフレギャップありますと。ところが平均概念の潜在 GDP これを使うとですね、この GDP 潜在 GDP が下がるんですよね。下がる。するとデフレギャップが何もしなくても縮まっちゃってですね、まもなくデフレ脱却だみたいな話なんだけど、この平均概念の潜在 GDP で使われているその失業率、これがさっき黒田さんがおっしゃったって言った、自然失業率なんですね。自然失業率。で、自然失業率っていうのはですね、要は、過去のトレンドですよ。例えば、1980年からですね、2013年まで、34年間ですね。34年間分の日本の失業率をですね、毎年の失業率を合計して、34で割ると、3.5% なんですね。3.5%。で、つまり黒田日銀総裁は、日本の自然失業率について 3.5% だよと、そう言ってるわけだけど、それ1980年からのトレンド取ったわけね、平均取ったわけですけども、それは間違ってないんだけど、そもそも自然失業率って完全雇用なんかという話なんですよね。なんででしょうね。なんでその過去のトレンドって、トレンドがその完全雇用の失業率だよっていう話になるんでしょうか。これ理由は簡単で、新古典派経済学に代表される主流派経済学というのが、非自発的失業っていうのを認めていないからですね。さっき言いましたけど、日本は完全雇用達成しても、失業率は 2% はある、維持っていうのは変だけど、2% より上になるでしょう。なるでしょう。逆に言うと、2% の人たちっていうのは、労働市場ね。労働人口の 2% の方々っていうのは、自発的失業者だとみなしていいでしょうと。本当は仕事あるんだけど、やっぱ働きたくないって人は、2% ぐらいはいますよと。これは相当少ないと思うけどね。2% ぐらいいるよと。ところがですね、その古典派経済学は基本的に非自発的失業っていうのを認めてないわけなので、現状が 3.5% ですと、失業率が。で、完全雇用 2% だということになると、1.5% は自発的ではない失業者がいるはずなんですね。この方々を、全員、企業が雇っていくと完全雇用に近づいていくって話なんだけど、そもそもこの人たちも非自発的失業者ではない、自発的失業者だっていうような、そういう考え方になっているので、過去のトレンドをですね、平均して計算して 3.5% ですと。ということは 3.5% の、その労働人口の 3.5% の人たちが自発的失業者だよと。つまり日本の完全雇用の失業率は 3.5% だよと。で、今年の2月に 3.7% だったから、まもなく完全雇用達成だよ。失業率が自然失業率に近づいているからと。黒田さんがおっしゃったんで、そのロジックは正しいんだけど、その根底にある考え方ね。非自発的失業者を認めないと。それってどうなんでしょうかというのをぜひ考えていただきたいと思うわけでございますね。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。